さて、暦の上では春を迎えましたがまだまだ寒い日もありますね、まあ、常日頃から火の始末には気をつけるようにしていますがこの時期は注意が必要ですよね。はい。この時期は統計的にも火災が多く発生していますので普段にも増してより一層火の取り扱いには注意をしていただきたいと思います、はい、1ヶ月のの前の延岡市政タイムの時間にも、 火災予防についてのお話をさせていただいたのですが毎年3月1日から3月7日までの7日間が春の全国火災予防運動週間となっていますので今回も同じようなお話になりますが改めて火災予防についてのお話とお願いをさせていただきたいと思います、はい、参考までに秋にも全国火災予防運動が行われるのですがこちらは毎年11月9日 番の日日から15日までの7日間となっていますますた、消すまでは心の警報、オンのままが平成25年度の全国統一防火標語となっていますでは、この期間には火災予防のための取り組みなど、予定していいますかはい、火災予防運動週間期間中、および期間の前後には各種の行事を予定しています。はい、まず 2>, 2月28日金曜日に14時30分から不累町にある北浦トンネル内で交通事故による火災を発火災発生を想定した消火救出救助訓練が実施されました。はい。あの消防訓練これは小学校の頃にやっていた避難訓練のようなものでしょうか。はい。3月8日に東九州自動車道北浦住江間3月16日に 都野間が開通し宮崎延岡間が全線開通することにより車の通行量が大幅に増加することが予想されますので開通を目前に控えたこの時期に関係機関による大規模な機関訓練を実施したものです、はい、今回はトンネル内で乗用車が衝突しさらに火災が発生したという想定のもと訓練を行いました当日は宮崎からドクターヘリも飛来し 訓練に参加しましまたあーなるほど訓練をしているといざという時に慌てたりすることも減ると思いますのでやはり日頃の訓練は必要ですねでは他に何か取り組みはされていますかはい皆さんもご存知だと思いますが昨年の2月8日に長崎市の認知症高齢者グループホームで死傷者12名の人的被害を出す火災が発生しましたそのことを受けまして 当消防本部では市内のグループホームへの立ち入り検査を実施し指導などを行ってきましたまた昨年10月11日には福岡市の整形外科で死傷者15名の人的被害を出す火災も発生しており市内の入院施設がある病院診療所への立ち入り検査を実施しましたなお火災予防運動週間の最終日3月7日金曜日13時30分から 当消防本部の庁舎内外で防災管理が必要となる大規模な事業所旭化成関連事業所などの大規模な事業所を対象とした消防訓練を行う予定,行う予定となっています、はい、この訓練は関係職員の皆さんに防火防災に関する DVD の視聴をしていただきその後119番の通報訓練消火器の取扱い訓練などを実施する予定です、はい 命を守るためには必要なことですよね。では、この訓練は対象者が決まっているのでしょうか。はい。すでに対象施設には案内文が送付されています。およそ60名の方々が訓練に参加される予定となっています。はい、また、3月1日から3月14日までの期間、一人暮らしの高齢者宅を消防職員が訪問します。防火意識を高めていただくために、 防火診断や住宅用火災警報器の設置についての指導を行う予定ですさらに市民の皆様に火災の予防について知っていただくためにインターネットを活用しこれらの取り組みを延岡市ホームページに掲載していますまた市内の各事業者様に協力をしていただき火災の予防や住宅用火災警報器の設置についてのアナウンス電光掲示板 災害情報メール等を活用した広報を行っていますはい。今ご紹介いただいたようにたくさんの取り組みが行われていますがこの時期だけでなく日頃から火災予防を心がけたいですねえさて私たちは日頃どんなことに気をつけたらいいんでしょうかはい、昨年、延岡市では1年間に火災が52件発生しています出火原因の第一位はコンロで 第二は焚き火、火入れとなっています、はい、また平成16年から平成25年の過去10年間の出火原因を見ますとやはり焚き火、コンロによる火災が多く特にコンロによる火災では揚げ物をしている最中にコンロから離れてしまい火災になるケースが多いようです、はい、火災を起こさないために火を使っているときはコンロから離れないコンロの周りに燃えやすいものを置かないことを しっかり守っていただきたいと思います確かにそうですね火を使っている時には絶対にその場から離れない例えば料理中に電話などがかかってきた時一旦火を消すか後でかけ直すといったことを相手に伝えることとかこれが必要ですよねはい、ぜひともお願いしますまた放火による火災も多いようです放火は故意に火をつけられるわけですが私たちも 少しでも放火されないような工夫が必要だと思います、はい、まず家の周辺に段ボールやゴミ袋など燃えやすいものを置かないようにしてください火が人が近づくと自動で点灯するライトなどを設置するのも良い方法です各家庭で放火対策を,を取るのはもちろんのこと地域ぐるみで対策を取ることなど放火をさせない環境を作ることも重要です、はい、そうですね 私たちも気をつけておくことが大切ですね。もし万が一火災が発生したとき、火が出ても天井に燃え移るまでに数分かかります。天井に燃え移ると火の勢いが強くなり、炎症してしまいます。天井へ燃え移らないよう、初期消火を行うことが重要になってきます。はい、初期消火で最も有効なのは、やはり消火器です。本当ですと、ここで消火器の使い方を実践すると良いのですが、 ラジオではなかなか伝わりにくいと思いますので本日は使い方の基本をご紹介したいと思います、はい、まずレバー上部の安全線を抜きます次にホースを外して火元にホースを向けてくださいそしてレバーを握り中の消火剤を出して消火しますこの三つの動作を覚えていただきたいと思いますはい。まあこれをおさらいするとレバー上部の安全線を抜いて ホースを火に向けレバーを握るというこの3つの動作ですね今の説明でわからない場合はどうすればいいんでしょうかはい実際消火器を手元に置いて説明を受けた方がよりわかりやすいと思いますので、はい、身近な自主防災組織が行っている訓練等に参加すると良いと思います、はい、また使用する際にいろいろな注意点がありますからそれらも含めて 当消防本部内にある防災研修センターで講習を受けられるとさらに良いと思います講習は当消防本部で受付をしておりますので電話等でご確認ください初期消火で消火器を使用したことにより被害を最小限に抑えられたとの報告が多数ありますのでぜひ各ご家庭に消火器を置くことをお勧めします、はい、しかし消火器はあくまで初期消火において有効な消火器具です 火が天井に燃え移って消火器でも消せないほどの大きな火災になった場合は初期消火を諦めすぐに避難をしてくださいそして直ちに消防119番へ通報をお願いしますあなるほどこれまでお聞きした火の扱い方家の周りに燃えやすいものを置かないなど十分気をつけたいですねはいぜひご協力をお願いします ありがとうございますでは最近なんですがあの住宅用火災警報器の話をよく聞きますけれどこれはどういうものなんでしょうか、えー、今日は改めて詳しく教えてくださいまた皆さんのお宅は設置をしていらっしゃいますかはい全国の住宅火災による死者数は毎年1000人を超えておりその原因の約6割が逃げ遅れによるものとなっていますまた死者数のうち 65歳以上の方が約6割を占めています、はい、このことから住宅火災による死者を減らすため火災の発生をいち早く知らせる住宅用火災警報器の設置が平成23年6月1日から法令で義務化されましたこの住宅用火災警報器は就寝中に火災に気づかず逃げ遅れて亡くなるというケースが多いことから寝室に設置することになっています 火を使う台所への設置については設置義務ではありませんがコンロからの出火も多く見られることから台所への設置についてもお勧めします延岡市の住宅用火災警報器の設置率はアン,アンケート調査の結果、はい、平成25年6月1日現在70.2%です全国の設置率が79.8%ですので全国と比較して 設置率が低い状況です。はい、なお、昨年12月には、延岡市でも住宅用火災警報器が設置されていたおかげで、住人が火災発生にいち早く気づき、大きな火災になるのを防げた事例も報告されています。住宅用火災警報器は、火災が発生したことをいち早く知らせてくれる器具です。まだ、設置していない方は、より安全で安心な暮らしのためにも、住宅用火災警報器の設置を、 ぜひお願いしますはい、よくわかりましたまだ住宅用火災警報器を設置していないという方がいらっしゃいましたらどういった場所で購入できるんでしょうかはい、主に家電販売店やホームセンター等で販売されていますだ、はいたい2500円から4000円くらいの価格で購入できます日本消防検定協会の鑑定マークアルファベットの NS が 表示されたものを目安に購入してください、はい、また消防職員や市職員がお宅を訪問して住宅用火災警報器を販売することは絶対にありませんのでご注意をお願いします、はいえー、まだ住宅用火災警報器を設置していないご家庭はぜひ設置をお願いしたいですねそれでは最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いしますはいこの時期は空気が乾燥し 火災が非常に発生しやすい季節です。市民の皆様には、引き続き、火の元、火の取り扱いに十分注意をしていただき。火の用心をお願いいたします。最後になりますが、住宅防火、命を守る七つのポイントとして。三つの習慣、四つの対策をお願いしたいと思います。はい、まず、三つの習慣とは。一、寝たばこは絶対やめる。二、ストーブは。 燃えやすいものから離れた位置で使用する3ガスコンロなどのそばを離れる時は必ず火を消す次に4つの対策は1逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する2寝具衣類およびカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する3火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等を設置する 4お年寄りや体の不自由な人たちを守るために隣近所の協力体制を作るこのことを日頃からぜひ実行していただきたいと思いますまた放火を防ぐために家の周辺に燃えやすいもの等を置かないことも重要です、はい、火災は人の生命財産を奪いますそして大切な思い出の品々も奪っていきますそうならなららいためにも普段から 火災予防に努めていただきたいと思いますはい、えー、皆さんもぜひできることから実践しましょうよろしくお願いしますえー、今回は火災予防について延岡市消防本部予防課の高橋貴則さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました以上延岡市政タイムでした